去る9月26日、東京都中野区にある命の言葉社本部ビルにて、バイブルプレイヤーズ公式東京大会が開催されました。バイブルプレイヤーズは、ゲームをしながら聖書に親しみ、年齢を問わず楽しめると定評のあるカードゲームです。地域の子どもたちとどういう関わりを作ろうかということ、関わりの作り方ですね。その中でカードゲームを使ってっていうことを、私の教会では始めていて、そういうことの中で、市販の、カードゲームで遊んでいたんですけれど、これは聖書をテーマにしたカードゲームができたら、聖書への橋渡しになるんじゃないかなということをこう考えてはいました。そういう中でいろいろなことがあって、高沢先生との出会いがあって、で、じゃあ聖書のカードゲームを作ろうということになりまして、第4回目となる今大会には関東圏だけではなく全国からの参加者があり、約60名が集まりました。バイブルプレイヤーズ公式大会を通してクリスチャンの仲間と出会うなど、バイブルプレイヤーズはネットワーク作りにも一役買っています。開会式で挨拶をした命の言葉社小松譲司氏は、バイブルプレイヤーズができる喜び、感謝を持って御言葉をかみしめながらプレイしてほしいと参加者を励ましました。制作者の一人である高沢拓実氏は、聖書のカードゲームが実現したことの喜びを語り、祈りを持って大会をスタートしました。大会は予選を経て決勝トーナメントがあり、1位から4位の参加者には賞品が用意されました。メイン会場ではオープントーナメントが、第2会場ではジュニアトーナメントが行われました。予選終了後、予選を勝ち抜いた3人に感想を聞きました。予選になるとなんか調子が出てきて、全部勝って3勝できたので良かったです。元のデッキがあるんですけど、そこに少し工夫したら結構強くなったから、これでやろうって思って、一番最初から勝ってて勢いには乗ってたんだけど、いざ本番になったら勢いが止まっちゃって、ちょっと危なかったんだけど、ギリギリ引き分けとかでつなげていけたのでよかったなと思いました。いよいよメイン会場にて決勝トーナメント開始です。オープントーナメント14名、ジュニアトーナメント12名が決勝トーナメントに進みました。オープントーナメントで優勝した阿部とわさんは、自身の好きな御言葉について分かち合ってくださいました。僕が一番好きな聖句は、狭い門から入りなさいっていう聖句なんですけれど、もちろんカードの聖句としてもすごく効果が強くて好きなんですけど、御言葉としてやっぱりいつでも自分に問いかけられる聖句だなっていうふうに思うので、バイブルプレイをしながら自分の心も成長していける、そんな聖句だと思っています。聖書を題材にしたカードゲーム、バイブルプレイヤーズ、現代の子どもたちに福音を伝えるための良いアプローチとなっています。今年9月には特別限定版預言者の叫びも発売され、さらにパワーアップしました。バイブルプレイヤーズは、子どもたちが教会に足を運び聖書に親しむための橋渡しとなっています。